そして鈴木なんですけれども、ハスラーというモデルですね。ハイト系のワゴンなんですけれども、 SUV 的なですね、クロスオーバーの車になっていて、もうこのままですね、おそらく市販されるんでしょうね。非常に高い完成度のものになっています。ステージの上にはハスラーのクーペが展示されてますけれども、それとですね同じエレメントを使ったこちらは市販バージョンだということでしょう。かなりですねデザインされた感覚があります。このような感じで使い方のですね提案なども含めて展示されているので、おそらくですねこのまま販売されるということだと思います。